タスクコマもう心配したんだからねほらお兄さんにごめんなさいわちゃんと言ってごらん。 ろいやダメでしょえー、何そいつ虎なのえ私てっきり今日まで犬だと思って飼ってたあ,あ違う違う犬であってるけどその凶暴さの例えというかすみません大学行ってないんでちょっとわからないですなら大丈夫ですあのとにかくこのまま帰られると多分言葉は間違ってると思うんですけどひき逃げみたいな感じになっちゃうので少しだけお話しさせてもらえませんかねええー、まあじゃあ私は少し離れたところで待ってるので終わったら呼んでくださいいやあなたとお話がしたいんですあいにく昨日まで大好きだった犬が今とてつもなく怖くてえ 私でよければ何で犬が怖くなったのか話聞きますよはいそのつもりでした信頼してくれてるんですね違いますまず今から遡ること10分前ぐらいにそこのベンチでファミチキを食べてたんですよこの子が俺がああそしたら遠くの方からオタクの犬が近づいてきてここほれワンワンとそう大判小判は俺のものだって <laughs> 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 でも結果何も出ませんでした服もボロボロです残念じゃねえよは全乗りした人を全否定するのやめてあなたは間違っていません間違ったよ続けてくださいあ,あそれで遠くの方からオタクの犬が近づいてきて最初はファミチキが欲しいのかなと思って笑いながら おいでーとか言ってたんですけどいきなり首を狙って飛びかかってきたんでとっさに左手でガードしたら袖を食いちぎられてさらには逃げようとしてる俺の背中を狂ったように噛みまくって必死に這いつくばってだったらスパイシーチキンの方がいいよね。 あ,あ聞いてました難民法蓮華経ってすごいいい言葉ですよねえ何が聞こえてたのあれまさかこっちじゃないほだとしたらうちの犬があなたに噛みついてご迷惑をおかけしたみたいなくだらねえ話がダラダラと聞こえてましたけど一部引っかかる点がありますがそっちですそれはそれはで何が言いたいんですかいや何が言いたいんですかじゃなくてこの子はただあなたと遊びたかっただけだと思いますバイオハザードの犬と同じ名してたのにあわかったそれゾンビのコスプレだやっぱり全然話聞いてないじゃないかお宅の犬に噛まれてこうなったのもともとはちゃんと 今、ネットフリックスで韓国のゾンビドラマ流行ってますからね、イカゲーム。だから聞いてくださいって、あとそれ違うし。私でよければ、ちゃんと話聞きますよ。って言って、結果聞かないじゃんなんで悪びれる様子もなく、淡々と会話を続けられるんですか昔からマイペースで、周りの人とのリズムが合わないっていうか、全然そんなつもりはないのに、知らないうちに人を傷つけちゃってることが多くて、だから大学も行かなかったんです。というか、怖くて行けなかった。ああ、なるほど。まあ、人間関係っていうものは難しいですからね。一方、その頃私は。誰の話だったんだよ大学受験の日を間違えて諦めました。ただのバカじゃんてか、話がめちゃくちゃ逸れてるけど、お宅の に噛まれたのファミチキも吹っっっっ飛んんんででどかか行たたたたたししししししあああれなだだすす私食べちちゃゃいましたたくましいいまままくく生き方ててるね安心さとよファミチキはいいから服をクリーニング代ですか手遅れだろこんな服持ってったら爆笑されるわ私大学を諦めてから毎日この子と公園に来てこの先の人生をどうするか考えてるんですああお金がないって言いたいんですかい,いえお父様とお母様から毎月50万円ずつ計100万円のお小遣いをもらってます親ガチャ大成功だでも気づいたらこの子はいつも一人でどっか行っちゃうしまずはリードを買いなさいだから話し相手が欲しいんですあなたは毎日そこのベンチでファミチキを食べてますか だだとしたら相当やばい人だよカロリーが全てがとにかくこの先の人生が不安で仕方ないんですよかったら私のお友達になって毎日ここで相談に乗ってくれませんかいや月100万ももらってたら悩むことなんてないでしょほぼパチンコで消えるのでご両親に謝れじゃあ今から呼びますねやめて分かんないけど多分俺こんな格好だし逮捕されるこの子もまたあなたと遊びたいって言ってます言ってないでしょその子は俺と遊びたいんじゃなくて俺で遊びたいのてか遊びですらないあれは狩りだ仮面ライダーなんだお前私でよければあなたの相談にだって乗りますよだからお願いしますいやワンチャンムーリー この物語の裏話や楽しいお話が盛りだくさんの「ドゥフラジオがサブチャンネルで公開中その他のおすすめ動画やチャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました